木村選手も努力家ですね、はい、いいライバルですね、森本初球打ち一塁線を突破、二塁に向かう、ツーベースヒットです。こう森本選手なんかのこの気持ちをね、若い人はどん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 こう吸収したらいいですね。今の打席簡単に打ってますけど、はい、打席入るときはもう必死ですよ。そうですね、これを打てなかったら俺一軍残れないんじゃないかっていう意味合いで、我々見てればベテランだから大丈夫だよと思うんですけど、もう森本選手はそんなこと一切考えてないと思いますね、はい、だからもうこの打席入った時の初球からもう本当に打つ、何があっても打つぞっていう雰囲気だから結果があって、はい、出るんですよね。なるほどね。もう内容じゃないんですよ、今日も冒頭言いましたけど、まあ、この人なんかやっぱりね、なんぼベテランの結果を出そうという姿は見えますよ、はい、そういうのを若い人がどんどん吸収したらいいんですよね、はい、